今日はですね、横浜山手のおもちゃ博物館 SF ロボットコーナーです。ロボット、そしてロケットですね。あ、僕の大好きな土星のマークがありますね。土星ってなんかとても宇宙を感じさせるんですよね。結構いろんなところに土星のプリントってありますよね。よく見るとロボットのようだけど宇宙飛行士、宇宙飛行士ですね。そしてですね、あ、この辺は宇宙飛行士コーナーですね。今日はこのおもちゃをご紹介します。1960年代に作られた、メーカーは増田屋ですね。サテライト X107 という円盤ですね。ちょっと中見てください。この絵もとても良くないですか。これです。このデザインすごく不思議な感じでいいですね。モダンな感じですね。レトロフューチャーっていうのかな。宇宙飛行士がいて、ほら、ここに土星がいるじゃないですか。サテライト X107 と書いてあります。マッセイのトレードマークがあります。さあ、ちょっと動かしてみましょうか。これですね、ここに電池を入れて、ここにスイッチがあります。このスイッチを入れると、円盤のウィンドウが点灯し、乗組員の影が浮かび上がります。そして両サイドの赤と緑のランプが点滅します。なんかルンバのような動きですよね。ここにですね、穴が開いているの、ここからこう空気が出るわけです。そしてこの空気はですね、何かというと、これがあるんです。宇宙飛行士がいるんですよね。そしてこれを宇宙飛行士ここに置くとですね、こんな感じです。本当はここからエアがもっと強く出ると、これがですね、浮くんですよ。こんな感じで、ちょっと手で持ってやってみましょうか。ちょっと調子が出てきたみたいですね。モーターがですね、あまり動かしていないと固まってるんですよね。だからだんだん動かしていくと、こうエアが出てくるから、こう浮いて見える。よく考えてますよね。まあ、1960年っていうと、まだ空をこう飛ぶというね、まあ、今はもうドローンがあったりだとか、いろいろね、ここで空をこう飛ぶのがあるじゃないですか。でも僕たちの子供の頃って、アドバルーンぐらいしかなかったんで、こう空を、しかもおもちゃでそれがあるっていうのがとても興奮したと思います。今日は1960年代に作られたサテライト X107 というおもちゃをご紹介しました。また次回お楽しみにしてください。